どうも、ヤマトランクスです。モンハンストーリーズ実況続きからやっていきたいと思います。いよいよ、マネルガー博士との決戦の時がやってまいりました。早速ね、マグマの間に進んでいきたいと思います。行きましょう。このね、エレベーターのね、パスコードね、パスワードか、手に入れたんで、ゴロゴロですね。入れていきましょう。行くぞ、相棒。この先に博士たちがいるはずだ。行きます。すげえな、ここ。暑そう。あれは絆原石だ。こんなとこにあんの？あ、でかい。でかっ。あ、いた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 。どうだ、素晴らしい絆原石だろう。これを使えば世界中のモンスターを操ることができる。ライダーの絆石の性能を知れば絆原石の力を最大限に引き出すことができる。さあ、その絆石を渡してもらおうか。決まってるだろ、そんなのお断りだ。ならば消えてもらおう。また新たなモンスターか。ポーチ、マグマから出てくれ。おお、アグナコトル改造されてたんだ。強そう。あ、アグナコトルまで操ってるのか。めちゃめちゃ強そうじゃない、なんか。これが私の最高傑作だ。見た目めちゃめちゃかっこよくなってるね。その目でよく見るがいい、偉大なる研究の成果を。あれ、制御不能になってない？大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、なんだ、なんだか燃やが出てますよ。え？おお、爆発。なぜだ、どうして黒の狂気が。まずいぞ相棒、アグナコトルが狂気に侵されている。めちゃめちゃ怒ってんじゃん。おい、逃げんな逃げんな、なんとかせえや。さあ、ライドンの時間だぞ相棒。まあこうなるとは思ってたけど、バトルですね。もう強そうだなこれ。頭部と尻尾が V であると。タコさんウィーナーでいけるかな。まあ頭から壊していきますか。テクニックでいきましょう。恐竜ブレス、圧巻、強い。相手テクニック、ゴーライブレス、まひれ。ゴーライブレス結構入るね。相手テクニック攻撃ばっかりかな。ちょっとパワーでいくか。スピード、ナイス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 。タコさんウィンナー、ほら。ちょいと回復いこっか。回復入れて、力が抜けていく。絆パワーがね、たまんないんだよね。気をつけろ相棒。共鳴だけでなく防御力もアップしてるぞ。マジか、厄介だな。ん、あれ、ライドできるじゃん。あれ、ライドできんじゃん。なんだ、どうしよっかな。テクニック、クラッシュファング。テクニック OK、 いいね。 V 破壊、尻尾攻撃をしていこう。スピード、恐竜ブレス。ちょっとここはフルスパーク、いいね。タッチタッチ、サクッとクリアできそうじゃないこれ。お、相手いつの間にかまひってるし。あれ、いつまひった、今。よし、チャンス、まひって動かない。今がチャンス。この隙にどんどん殴っていきたいね。
とりあえず尻尾を早いうちに破壊したい。また共鳴だって？こいつはなかなかに手強い相手だぜ。テクニック、ウィップテイル。おお、よし、 V 破壊成功。ブレース対決か。えい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 。あれ、いた。オッケー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 。ライドして、とりあえずテクニックでいこう。よし、オッケー。よし、ダウン。ここも殴っていけ。起き上がった。パワーオッケー。完全に読み勝ってる。完璧すぎる戦い方が。さあ、ここはやばい、やばいかな。うわー、もったいねー。今のせっかくレベル3まで絆ゲージ上げてたのに。カメスティンガーか。いや、この潜るのちょっとえぎいな。まあいいや、回復に専念しよう。ここはよし。うわ、一撃、それはちょっとないんじゃない。今のはひどすぎだろ。ちょっと攻撃力アップ、ゴーライブレスやるね。よし、このダブルアクションはでかいんじゃない。ズバッと、しつこいなこいつ。恐竜ブレス、もうだいぶ弱ってんだろこれ。まだ力ため、真っ向勝負してこい。よし、オッケー。ほら、さあダウンした。ここでフルスパークをお見合いしていく。とどめだ。え、まだ鬼強なんだけど。 HP がめっちゃ高いなこいつ。ここはテクニックでいこう。よし、麻痺ナイス、ゴーライブレスとどめ。よーし、本当にとどめだったこれ。うん、お見事です。 S、 いいね、気持ちいいね。 S はだいぶレベルも上がっていい感じですね。わ、私のアグナコトルが、この野郎、お前のせいで大変な目にやったぞマネルが。やったな相棒。絆石がまたパワーアップしたぞ。また色変わるんかな。水色になった。おう、何してんのバリスタ。嘘だろ。おい、そんなもん向けてくんの。レウス、人に向けちゃいかんだろそんなの。レウス、頭大丈夫か。その絆石をよこせ。それさえあれば私の研究は完成する。無駄な抵抗はしない方がいいですよ。そうはさせないぞ。かっこいい、めっちゃかっこいい。もう戦隊ヒーローのそれ。ここから先は俺たちの出番だ。めちゃめちゃかっこいい。みんな、お前たちまで私の邪魔をする気か。砲撃用意。よし、天下だ。お、火吹いてる、火吹いてる。くらえ、怒りの一撃。いけー。黒焦げになった？ドリフ状態。てか
威力強すぎてさ、この火山ごとやらかしちゃってくれてんじゃないの？やばいパターンじゃないの？逃げろ逃げろ。おお、せっかくの下流車が、下流車だっけ、ゴーゴー逃げろ。お前たちはどうするんだ。大丈夫だ、ここのことはよく知っている。仲間を連れて先に行け。後で合流しましょう。ゴーゴー。分かった、じゃあ町で会おう。レウス飛べる？頭大丈夫か？なんとか飛べそうですね。というわけで、このドバン火山の一連の騒動は一旦区切りということでいいんですかね。ちゃんとデブリも連れて帰ります。おお、なんとか脱出成功ですか。すっげー、初めてモンスター乗ったぞ。助けてくれてありがとな、リオレウス。どうしたどうした、怒ってんのか、レウス。なんか変、反抗期か。え、狂気化してる。嘘だろ、レウスが。やばい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 、戦いたくないぞ。嘘だろ、お前まで黒の狂気に。あ、アユリア、ヤマト、絆石です。絆石で暴走を抑えてください。アユリアだ、いけるか。絆のパワーで抑え込め。まさかのリオレウス視点。思い出せ。どうどう、行った、おとなしくなった。リオレウスがおとなしくなったぞ。黒の狂気に飲まれてしまわないでよかった。絆石があれば狂気化を抑えられます。よしよし、いい子だ。シュバルまで来たんだけど。ライダー勢揃い、オールスター戦かな。そいつは狂気に侵されている。レイヤーの上に立ってんな。危ないから座れ。倒すべき敵だ。シュバルじゃないか、どうしてここに。まさかお前博士の仲間なのか。俺は誰とも手を組む気はない。絆石があれば止められる。ヤマトとリオレウスなら黒の競技になって負けやしないぞ。そんなことが信じられるか。お前が手出しできないというのなら俺が倒す。どうする、相棒。え、これもしかしてシュバルと戦うことになる。レウスは俺が守る。しゃあない、一緒にリオレウスを守るぞ相棒。というわけで、まさかのシュバル戦。狂気化したモンスターを守るだと、笑わせるなヤマト。なんかレイヤーにいきなり乗ってんだなこいつ。スピードかな、テクニックで様子見る。うわ最悪だ、テクニック系かな。えい、まずいね。俺は黒の狂気を許さない。これまずいね、入れ替えてレウスで行く。でもう一回テクニックで行く。いや、相手テクニック多いな、これパワー系で攻めた方がいいかもしれないな。
その程度の力で守る？笑わせるな。絆の力なんてその程度なんだよ。テクニックオッケー。ダブルアクション。倒せんのかなこれ。あんま食らわないもんな。お、イベント戦だったのかやっぱり。いい加減にしろヤマト。そのリオレウスはもう手遅れだ。まだわからないのか。違う。シュバル、絆石があれば黒の狂気を抑えることができるんだ。それに情けはないのかよ。話は聞いたぞ。このリオレウスは3人で育てようとしたんだろ。だからこそ責任がある。ヤマト、次は容赦しない。そいつに再び狂気の兆候が現れたら俺が息の根を止める。黒の狂気は世界を滅ぼすものだ。忘れるなよ。言っちゃった。悲しい目をしていましたね。シュバルのことか。いえ、彼のお供リオレイヤのことです。なあ、リオレウスは大丈夫なのか。そういえば最初ギルデカランで会った時もなんだか変だったんだ。もしかしたらずっと黒の狂気に侵されていたのかもしれないな。そう、ずっとこらえてたなんて強い子ね。ヤマト、この子はむしろ狂気への耐性があるのかもしれませんよ。絆石もあるんです。今は様子を見ましょう。さあ相棒、一旦フルクライト城へ戻ろうぜ。お、ナンバーズいるじゃん。無事だったんだ。ありがとな、グゴ。みんなを救ってくれて。ライダーさんたちもありがとうございました。ヤマトは俺の相棒なんだ。ヤマトにでっかい世界を見せてやるんだよ。だから俺はナビルって名前を名乗ってる。そうか、ナビルか。いい名前だな。ここから先はみんな別々の道ですね。それでもナンバーズの絆は永久に不滅ですよ。私久しぶりに温泉に入りに行くわ。爪も磨いてキラキラにするにゃん。僕はノラアイルーですにゃ。帰るところがないんですにゃ。かわいい、こいつは本当にかわいい。オイラがいるだろゴロニャ。一緒にオイラのふるさとに帰るゴロニャ。四号優しいね。ついていくでしゅにゃ。また会おうな、ナビル。ヤマト、デブリ、ナビルをよろしくな。おう、またな。みんな元気でな。さあ、ドミールさんに報告に行こう。レア度5のお供まで連れて行きるようになったみたいですね。さあ、ドミールさんに話しかけていきましょう。皆さん、本当にありがとう。ご覧の通り、街は生き返りました。どうだ、俺たちの魅力にビリビリしびれたろ。調子に乗ってはいけません。そうだ、アユリアだっけ？挨拶がまだだったな。デブリ、俺デブリ、ライダー見習いだ。よろしくな。ライダー見習い？そういえば、アユリアはどうしてここに？噂を聞いたんです。あなたたちがアルブラクス村にライダーの居場所を作ったって。それであなたたちを探してここに。なんだ、俺たちに会いに来てくれたのか。別に氷河の散歩のついでに寄ってみただけですから。
伝承の儀で力を目覚めさせたおかげで暑い場所にも来られるようになったんです。そうだったのか。皆さん、お礼と言ってはなんですが、港に船を用意しました。どうぞご自由に使ってください。おお、ありがとな。俺たち専用の船か、かっこいいな。よかったな、相棒。じゃあ港の方に寄ればいいのかな。行ってみましょうか。さあ、港はこっちの方ですかね。大きな船が見えてまいりました。これに乗れるんでしょうかね。近づいていきます。イベント発生すっかな。むちゃくちゃ可愛い猫ちゃんおるんだけど。アイルの女の子って書いてある。あの逆なん。先ほどは助けてくれてありがとうございましたにゃ。君は花ちゃん知り合い。また会えるって信じてたにゃ。なんだ、恋人か、かつての。今はナビルっていうのね。仲間もいて元気そうでよかったにゃ。なあナビル、この子は誰だ。俺たちに紹介しろよ。花ちゃんはなんていうか、俺の命の恩人だ。彼女じゃないんかい。そんな、私は何もしてませんにゃ。それよりナビル、クプニ村で村長が心配してますにゃ。新しい村の名前がね、出てきましたね。ばあちゃんが。ばあちゃん、一緒にクプニ村に戻りましょうにゃ。ナビルの故郷かな。ダメだ、村には二度と戻らないって決めたんだ。そんな寂しいことは言わないでくださいにゃ。よかったら皆さんも一緒に来てくださいですにゃ。え、俺たちも行っていいのか。はい、アイルしかいない小さな村ですが、とてもいいところですにゃ。アイルの村？私も行きます。アユリア？別に、どうしてもというなら言ってあげてもいいです。ツンデレ、みんな勝手に決めるなよな。ナビル、お願いにゃ。村長に顔を見せるだけでもいいからね。花ちゃんに頼まれたら嫌とは言えねえぜ。付き合ってくれるか、相棒。もちろんだぜ。お、ハート出た。ありがとうですにゃ。きっと村長も喜びますにゃ。船に乗れば村まですぐですにゃ。さあ行きましょうにゃ。